8月28日、3年ぶりの興奮が夏の北海道に帰ってきます。今夜ご紹介する方は、北海道マラソンを楽しみに待っていた一人。しかし、彼女はランナーではありません。数千人のボランティアスタッフの一人。コース上のランナーを見守る女性の物語です。中盤から後半にかけてレースの舞台となる新川通り。普段は物流や通勤でにぎやかに車が通り抜けるこの通りは、広く開けた空に恵まれた長い直線道路です。春になると美しく花開く桜の名所でもあるこの通りで、地域活動を行っている岡本さん、北海道マラソンではここを走り抜けるランナーのために給水所の設置や歩行者の誘導などを行っています。3年ぶりとなる今年、どんな気持ちでレースを待っているのでしょうか。地域の皆さん温かくて、お帰りっていう言葉と、コロナに負けずに頑張りましょうっていう気持ちでボランティアに参加させていただきたいと思ってます。バックに山が見えて、大空が見えて、大自然が見えるようなコースを、いい空気なので思いっきり吸いながら、笑顔で全力で駆け抜けてほしいと思っています。岡本さんの地域を愛する気持ちが大会を支えているように感じました。